1928年頃のフィアットリンゴット工場、前景リンゴット前景両端にバンクを持つ、屋上のテストコースの様子がわかるリンゴット地上部分、建設以来変わらないリンゴットの内部空間多数のリブが美しい、螺旋状のスロープを見上げるリンゴットは、イタリアトリノの地区名。特にフィアットの巨大な自動車工場及びその跡地の文化商業施設群を指す。 1916年により建設が開始され、1923年に創業開始。フランス生まれのイタリア人、ジャコモ・マッテ・トゥルッコの手になる設計が大変ユニークで、非常に長い生産ラインは、1階の原材料加工から始まり、組み立てが進むにつれて、螺旋状のスロープを登り、5階建ての上階へとつながっていた。さらに屋上には、 その裏線を反復する形で、楕円形のテストコースが設けられた。コースの長さは一周一、1キロメートルもあり、両端のカーブは、バンクとなっている。他に、高層建造物のなかった、時代、屋上のテストコースは秘密保持にも適していた。敷地面積は40万平米で、当時、世界最大の工場と言われ、ルコルビュージンへは、 産業界で最も印象的な風景、都市計画の手本とまでいったという。フィアットトッポリーノも含む歴代80以上の車種がここで生産された。1970年代に入り徐々に陳腐化が始まり、1982年には工場は閉鎖された。当時、工場の将来についても、去ることながら自動車産業自体をどう回復させるか議論があった。 再開発計画の設計コンペが行われ、レンゾピアノの案に決定、1989年には老朽化した工場がコンサートホール、劇場、コンベンションセンター、ショッピングモール、ホテルの入った近代的な複合施設に生まれ変わった。屋上のテストコースは映画ミニミニ大作戦に登場している。コース自体は屋上に幻想にしており、 立ち入りも自由なため、観光スポットと化している。2006年トリノオリンピックでも会場の一つとなり、リンゴット工場の一部がメインプレスセンターとして使用されたほか、オーバルリンゴットというスケート場が敷地内に建設され、スピードスケートの会場として使用された。リンゴットにはオフィスなどのほか、下記の施設が含まれる。ありがとうございます。